さんがバドミントンを始めたきっかけって何ですか？私はお母さんが趣味でやってて、お姉ちゃんがスポーツ少年団に入って始めて。スポーツ少年団やってたんですか？一応やってた、高校まで。で、一緒について遊びに行ってて、そこで始めた。私は、まあ、父が高校のコンパのバドミントン部の顧問を持っていて、そこに土日とか、ちょっと泊まりに行ってたので、端っこで一人でシャトルあのちっちゃいラケットあるじゃないですか、遊び用の。それで遊びながら、まあ、兄も友達にやってみたいって誘われたので、それがきっかけに始めました。え、それでお父さんに、あ、そうです、教えてもらってた、はい、その学校に行って。高校の時、まあ、クラブチームがあったんですけど、それは週1回だったので、まあ、なかなか上達するのは難しい。週1回だった。そうなんです。だから、まあ、そこはちょっとお楽しみかと。小学校1年生の時は、まあ、その頻度でいいかな。小学校2年生で ABC 大会あるじゃないですか、うん、それで県大会7人くらいだったんですよ。シーンのそうなんだ。え、シーンの時どのぐらいでした？またシーンの時まだない。え、 ABC あなかったから、私が3年生の時に第1回。あ、そうだったんですね。シーンの時に7人だったんで、クリア出ればいけるって言われてクリアの練習して出たら優勝して。あ、そうなんだ。はい、え、じゃあ ABC 全部優勝してたの？ C 2年、3年、4年、5年、6年全部出てますけど。あ、そうなんだ。で、全国行くために、まあ、本格的に練習しなきゃなって高校の部活が終わった後にちょっとお邪魔させてもらって、父と一緒に、あ、そうなんだ。で、まあ、まあ、全国のタイトル全然取れなくて。あ、そうなの。私初めて取ったの中学校です。初めて会ったの？初めて。ああ、そうなの。